パリ五輪、陸上女子戦500メートル、予選、6日、フランス競技場、2大会連続の決勝進出を目指す田中望美、ニューバランス、は11位でフィニッシュ。ラスト1周でアクシデントかと思われるシーンもあったため、審判による救済で準決勝進出となった。写真、ボール直後から類戦崩壊寸前ライバルの胸に抱かれる失意の田中望美スタート直後に先頭に立った田中。 後続集団をぐんぐんと引き離す姿にスタンドからは大歓声が沸き起こった。前半の時点で集団は縦長の展開となり、予選では珍しい形態に。4番手でラスト1周を迎えたが、残り200メートルのところで他の選手と接触があったと見られ、バランスを崩して後方へ沈んだ。その後、審判による救済が発表されて準決勝進出が確定した田中。 インタビューで、申し訳ないと涙していたが、一転の歓喜となった。陸上競技ルールブック2024では、17.1、競技中、押されたり走路を塞がれたりして、競技者の前身が妨げられた場合の扱いは以下の通りとするとある。17年1月1日妨害行為が意図的でないとみなされる場合、または競技者以外によって引き起こされた場合、 審判長がそのような行為が特定の競技者、またはチームに深刻な影響をもたらしたと判断したら、CR18.7 または TR8.4 に従い、競技者1名での、または当該レースに関する複数名あるいは全員での再レースの実施を命じるか、影響を受けた競技者、またはチームが当該種目の次のラウンドで競技することを認めることができる。 17年1月2日別の競技者が妨害行為の責任があると審判長が判断した場合、その競技者またはチームは当該種目で失格となる。審判長は、そのような行為が特定の競技者またはチームに深刻な影響をもたらしたと判断したら、失格となった競技者またはチームを除いて CR18.7 または TR8.4 に従い、 競技者1名での、または当該レースに関する複数名あるいは全員での再レースの実施を命じるか、失格となった競技者やチームを除く影響を受けた競技者、またはチーム、が当該種目の次のラウンドで競技することを認めることができるとある。田中は妨害が認められての準決勝進出が決まった形となった。報道陣の取材中にその事実を知らされると、 知らなかった、そうなんですかと涙が溢れ出した。明日敗者復活だと思っていたので、それはすごく頑張ったからこういう運が巡ってきたんじゃないかな。できないことをやれと言われたんじゃないかなと心境を沸かしたが、明日は楽しみ尽くすレースをしたいですと声を震わせた。